北海道広労群の一広労群は、北海道十勝総合振興局の群。人口1万1843人、面積1412.22桂平方メートル、人口密度8.39人桂平方メートル、以下の2町を含む、1879年に行政区画として発足した当時の群域は、現在の広労町にあたる。 1906年に東円軍の一部を編入した後の軍域は上記二丁から大気町の一部を除き中川軍幕別町の一部を加えた区域にあたる。江戸時代の広尾軍域は正木藩によって都勝場所が開かれていた。関永12年には相坊島付近の再建が始まり、また都勝神社の前身の都がともあき神社は、 漢文6年6月よりも前の創建である。半政時代から明治時代初頭にかけての交通は、都東国の函館から千島国方面に至る道が通じていたが、西端部に一部地形が険しい難所があったため、関西10年ばくり、近藤十三が死費を投じて、江戸68名を雇い、広軍の西御に当たるビタダヌンケとルベシ別の間にりに、ルベシ別参道を開作した。 銃造の従者、下野玄介が、賛同改作について記録し、江戸が碑文を掘った木が、十勝神社に奉納されたが、この碑文は現在、広町谷磯トンネル北川高校の海側に立つ、石踏みに刻まれている。江戸時代後期、広尾軍域は、東江戸地に属していた。国防のため、完成11年広尾軍域は、天領とされた。文政4年には、一旦、 正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、仙台藩が警護を行った。安政6年の六藩分領の際に、仙台藩領となり出張陣屋の一つ、十勝陣屋が築城されている。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、疲労軍が置かれた。北海道1 2級町村聖市工事の疲労軍の町村。 ありがとうございます。